孫権、または、同二年発平成二年、または、同三年は、中国語漢末期の武将。字は文大。幼州暮れ軍府春権の人。三国時代の暮れを建国した、孫権の父。病号は子想、送り名は、無列皇帝。新代の四古前書の記載によると、孫権は、春秋時代の陛下の孫部の子孫と伝えられているが、 彼の父をはじめとして、どのような家柄の生まれであったかは不明である。孫権が17歳の時、立ち寄った銭刀剣において、海賊が略奪を行っている状況に遭遇したため、それを見た孫権は一計を案じた。見晴らしの良い位置に立ち、あたかも大軍の指揮をとって、海賊を包囲殲滅するかのような身振りをしたのである。それを見た海賊たちは、大軍が攻めてくるものと勘違いし、 我先にと逃げ出してしまった。この件で孫権は有名となり、役所に召されて仮の女王となった。芝になった孫権は、172年に海警軍で起こった巨匠の乱を鎮圧した。この乱の鎮圧後、孫権はその功績により、洋州市市の装備によって上奏され、潮うな手県進むに任命される。数年後、福井県、 進むや後の可否権進むに転任した。孔は7年、太平道の長覚によって勃発した宗教的な反乱である黄金の乱の鎮圧のため、孫賢は、官王朝の中老将であった、主春のもとで参戦、家族を旧皇の軍事受春権に残した。黄金の虚卒派最撃派に一役買っている。主春が、序南、英泉と転戦すると、 孫権もそれに従い軍港を挙げていった。当て城の攻略においては、孫権自ら先頭に立って城壁を登り、西南方面の官軍の指揮を取り大勝利を収めている。この功績により別節場となった。中平三年、昇進すると同時に、領州で変傷と関水が起こした反乱の鎮圧に向かう。当初、 反乱鎮圧には中老将の唐卓が当たっていたが、情勢はかんばしくなかった。そこで唐卓に代わり、四空の趙恩が指揮を取り、孫権はその三軍として従軍した。唐卓の度々の軍旗違反に立腹した孫権は、唐卓を処刑するように趙恩に進言するが、領州での行動に際して、唐卓の力が必要と見ていた趙恩に、退けられている。後日。 東卓はこのことを伊豆こからか漏れ聞いて、長恩と孫権を深く憎むようになった。五官の討伐軍の大軍が来ると聞いた、平野明、関水軍は、恐れをなして、散り散りになり、平野明と関水は降伏し、孫権は、議労となった。孫権は、京州南部で起こった、久保市の反乱鎮圧の命を受け、調査に大使として赴任して、様々な計略を用いて、 この反乱を鎮圧した。苦勢の反乱を援助していた霊寮や慶應のに、軍にも進出して反乱を鎮圧した。この時、六光大使、陸康氏の重視は与春町であり、俗に攻められて孫健に剣士して救援を求めた。孫健が兵を整えて救援しようとしたところ、守護が進み出ていさめた。孫健は大衆には門徳がなく、征罰を行としてきた。 軍会を超えて、こう打ちし、異国を全うするのだ。これによって、罪を得たとて、どうして海外に、需要かと答え、隠して、兵を進めて去って救い、賊はこれを聞くと体操した。この功績により孫権はガラスほどこうに封じられた。このように、各地で人材を手に入れ、転戦して、実戦経験も十分に積んだ、孫権の軍団は、やがて軍閥化した。 この頃、洛陽では唐卓が実権を握った。栄冠元年、唐卓は朝廷を排位し、検定を擁立、超音を占いの結果の吉強に囲つけて殺害するなどの応募を行った唐卓に対し、初平成元年、炎章を中心として諸侯が唐卓を打つべく拒兵した。孫権もこれに応じて拒兵した。孫権はまず、調査から北上して、慶州を通過した。この時、 当宅への範囲を表明していたものの、自らに対して、日頃から侮辱的な扱いをしてきた上司、慶州市氏、王明を殺害した。次に前進して、南洋大衆の長子のもとを訪れ、これも自分にとってかになると見て殺害した。さらに前進して、露明の演術に越見したところ、演術は上表して、孫賢に派取子将軍代行、吉州市を領させた。この後、 自軍に損害が出ることを嫌う諸行が、東卓軍と、まともに争わない一方で、曹操や孫権が指揮を取る軍団は、東卓軍とぶつかり合っていた。曹操軍が、東卓敗下の女英軍に敗れ、孫権軍もやはり女英に敗れたが、曹操が兵を補充しに戦線を離れたのに対して、孫権は、演術の支援もあって即座に再起し、東卓軍に挑み続け、 初平成2年のヒヒトの戦いで孫権は、敗山兵を集めて、両県のヒヒトに駐屯した。唐卓は、大徳森の古神、木、ただの旅夫を派遣して、ヒヒトの孫権を攻撃させた。しかし、旅夫と古神は、仲が悪く、二人配下の兵士は慌てて逃げたが、孫権は部隊を指揮して追撃し、旅夫と古神を敗走させた。唐卓は、 孫権の勢いに恐れをなし、利覚を使者に立てて懐中しようと図るが、孫権はこれを断った。孫権は出撃して大いに、唐卓を破り、唐卓軍のトイカオスを打ち取った。唐卓は戦闘を決断し、洛陽の町を焼き払って、長安へ逃れた。その際両夫は、洛陽で孫権と戦ったが、孫権に再び破れた。孫健は、落陽に入った。 当卓は両母を荒らして、宝物を奪い取っていたが、孫権は両母を修復し、暴かれた箇所を塞いでから、再び、ロビの演術のもとに帰還した。孫権は、予習志士であったが、演唱は、衆を、予習志士として派遣したので、孫権と演術は州、衆、衆昇る、衆と予習を奪い合うこととなった。これにより、演術と演唱の対立は、決定的となり、 半島卓連合軍は事実上が解し、諸軍友は、演唱と演術の争いを中心とした、軍友拡挙の様相を停止出した。孫権と演術は、周、周を敗走させた。初平成2年、演術は孫権を使って、上用の流氷を攻めさせた。孫権は、流氷敗下の構訴と一戦して打ち破り、上用を包囲した。しかし、上用近辺の山に、 孫権が一人でいる時に、高祖の部下に射殺された。去年三十七。寛会が孫権の遺体を流氷から取り戻した。孫権軍は瓦解し、兄の子の孫文はその軍勢を引き継ぎ、孫権の棺を極阿に送り届けた。後に、樹春に移った演術の参加となった。王領元年に皇帝となった次男孫権は、後に孫権の病を調査に立てた。 立派な要望で、性格は活発であり、好んで他人には真似のできぬような行いをしたという。孫権洛陽の古い土から玉璽を見つける炎症と孫権の玉璽をめぐる争い孫権の没年と死因については、真珠の三国史や廃将史が掲載した注釈、あるいは後の史書類によって移動が見られる。以下、列挙する。配偶者クレ夫人の古書史不明兄弟を意義定。 ありがとうございます。